はい、こんにちは。中学受験さくらチャンネルの滝谷直樹です。今日はね、中2の国語教科書の中のね、夢を飛ぶっていう谷真美さんの、文章を読んでみましょう。その谷真美さんという人はですね、これね、まあ二十歳ぐらいの時に足にガンができてね、膝から下、右足の下がないんですよね。で、義足の生活になるんです。で、そして、まあ、再びね、やっぱり頑張って生きようと思うようになるまでのことを書いてあるんですけど、ね。まあ、そんなような話なんですよ。早速読んでみましょう。ね。谷真美さんの夢を飛ぶ。目が覚めた時、私は手術室のベッドの上にいた。部屋は静かで物音一つしない。ライトに照らされて天井が白く浮かび上がっていた。どうやら手術は終わったらしい。また、まだ麻酔が残っていてぼんやりしている頭に真っ先に浮かんだのは、もう足はないんだなという思いだった。現実を受け入れるのが怖くて自分の足を見ることはできなかった。2002年4月、私は右足膝下の切断手術を受けた。足首の骨に悪性の腫瘍ができていたのだ。病名は骨肉腫。19歳で大学2年生の時だった。足の痛みが続くため病院に行ったところ緊急入院となった。何が起きているのか理解できず、これからどうなるのかもわからないまま、運命に押し流されるようにして長い闘病生活が始まった。この病気になるまで私は病気とは無縁の生活を送っていた。幼い頃から外で遊ぶのが好きな活発な子供だった。小学生の時はスイミングスクールの選手コースに通い、中学校では陸上部で長距離選手として活躍し、高校ではマラソン大会で優勝するほど足が速かった。大学生になって憧れのチアリーダーになった。病気が分かり、医師から手術が必要なこと、膝から下は残せないことを説明されて、私はショックで声が出なかった。泣きそうになっている私の気持ちを察してか、そばにいた母が、娘は子供の頃からずっとスポーツをやってきて、足は命と同じぐらい大事なんですと、私の心の叫びを代弁してくれた。それに対して医師は、今は生活に支障がないほどの良い義足ができています。スポーツだってまたできるようになるでしょう、と説明してくれた。恐怖と不安で真っ暗な中にいた私だったが、スポーツができるという言葉に光を感じ、頑張って病気に立ち向かってみようと思えたのだった。手術とその後の抗がん剤の苦しい治療が終わり、10ヶ月ぶりにようやく大学のキャンパスに戻った時は、喜びがこみ上げてきた。ところが友達の話題の中心は就職活動で、将来や未来へ向かう明るいものばかりだった。義足とウィッグをつけるようになった私は一人取り残されたように感じた。授業が終わればすぐにアパートに引きこもるようになり泣いてばかりいた。同時にこのままでは本当にダメになる。何か目標を持ってここから脱出しなくてはいけない。でも何ができるのかと繰り返し考えていた。そんな日々が1ヶ月近くも続いた頃、スポーツだったら私は目標を持って頑張れるだろうと気がついた。すぐにインターネットで障害者のためのスポーツ施設を探し、プールに行くことにした。プールサイドで義足を外し泳ぎ始めると、うまく水をキックできないし、バランスも上手に取れない。でも少しずつではあったが、体が水に慣れていった。ある日、義肢装具士の方に誘われて陸上競技場に行き、スポーツ義足で走るランナーを初めて目にした。軽やかに疾走する姿に刺激を受け、私も走ってみることにした。まずは日常生活用の義足で走る練習をし、走れるくらいまで体が戻ってきたところで、スポーツ義足をつけるようになった。スポーツ義足でバランスを取るのは難しく、最初は転んでばかりだった。痛みもひどかった。それでも走ることが嬉しくて練習を続けた。走り幅跳びの選手として競技会に出場するようになり、記録が少しずつ伸びていった。記録に挑戦することが楽しくて、次は日本記録を狙いたい。そしてパラリンピックに出たいという夢がどんどん膨らんでいった。そして、ついに夢は実現し、2004年アテネ、2008年北京、2012年ロンドンと、3大会連続でパラリンピックへの出場を果たした。
また2013年には日本記録とアジア記録を更新することができた。こうした私の体験を小中学校に招かれて話す機会がある。病気や障害のこと、夢を持つことの大切さなどをテーマに話している。私の講演の後、子どもたちがそれぞれテーマを決めて福祉について学び始めた学校もある。グループ学習であるグループは、義足に興味を持って義肢装具士の学校を見学し、またあるグループはバリアフリーをテーマに実際に街を歩き、他にも高齢者施設を訪問したグループやパラリンピックに興味を持ったグループもあったそうだ。最初にスポーツという視点から福祉の授業に入ったことで、子どもたちの福祉に対する関心や考え方が積極的になってきたと先生から聞き、嬉しく思った。子どもたちに障害者のためのスポーツを体験してもらったこともある。工夫次第で一緒にスポーツができることを感じてもらえると嬉しい。障害者とか福祉などと大げさに考えるのではなく、一緒に接することで何かを感じ取ってもらえればいい。子どもたちには私の心の支えになっている言葉を伝えている。神様はその人に乗り越えられない試練は与えない。これは病気の告知を受けて、どうして私がこんな目に遭うのかと落ち込んでいた時に母が言った言葉だ。入院中もその後もこの言葉を思い出して、私ならきっと乗り越えられるからこの試練を与えられたんだ、これを乗り越えればきっと成長した自分に会えるんだと思い、気持ちを前向きに切り替えてきた。この言葉に何度も何度も救われたのだ。2011年3月11日に東日本大震災が起きた。私は宮城県気仙沼の生まれで、実家は被災した。先ほどの母の言葉は、震災後に私が多くの人に伝えてきた言葉でもあった。振り返れば、足を失った、希望をなくしていた私に、夢を与えてくれたのは走ることだった。いつかパラリンピックに出たいという思いが、障害を乗り越える力になった。そしてパラリンピックに出たことで、失ってしまったものよりも、目の前にあるものを大切にすべきであるということに気づいた。私は2020年の東京パラリンピックに、オリンピック競技大会の招致メンバーとして活動し、開催地を決める最終プレゼンテーションの場でスピーチをした。これまでの私の人生、生き方、さまざまな人たちとの出会いの中から得られたことなどが詰まった内容であった。その後、結婚、出産を経て、年齢が上がっても長く続けられるスポーツとしてパラトライアスロンに種目を変え、大会で優勝できるようにもなった。その東京2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の後に思うことは、これからの社会に向けてのことだ。通路の段差をなくすなど、設備や物などハード面でのバリアフリーを整備して残していくことは大事だ。しかしそれ以上にソフト面、心のバリアフリーをこのパラリンピックを機会に進めていきたい。これからは特に障害者に対してということでなく、お年寄りや妊婦さんや全ての人に配慮した社会であるべきだと思う。スポーツが一つの例となって、街でも学校でも会社でもいろいろな人が混じり合い、一緒に社会を作っていくのが当たり前になるといいと思っている。夢を持って試練を乗り越えようとすることの大切さに気づかせてくれた大切な人たちに感謝したい。私はこれからも夢を飛び続けていきたい。谷真美さんのね、夢を飛ぶという話でした。まあどんな時でもね、希望を持っているとね、まあ開けていきますよね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。で、今日はここまでにしましょう。